はい、グッドミュージックタイムレコードの DJ キビです。本日ご紹介するのはですね、こちらのアルバムレコードになります。はい、ノラ・ジョーンズの Come Away With Me という、ノラ・ジョーンズのですね、デビューアルバムになるんですけれども、先日ちょっと動画でですね、アブリル・ラビーンのファーストアルバム、レッド・ゴーが、発売してから20周年っていう形で取り上げていたんですけれども、実はこのノラ・ジョーンズのファーストアルバム、今日ちょっとめっちゃ噛んじゃうんですけど、Come Away With Me ですね、これも今年でちょうど20年になるみたいです。で、まあ本当にね、人気のアルバムで、で、特に、ジャンル的にはまあジャズになるので、ああいうロックとかよりはレコードがずっと出続けてる、カテゴリーですね。なので、US のオリジナルは2002年なんですけれども、まあ何度も何度も再発がされて、もうどれだけレコードが出てるかわからないぐらい出てる、レコードになります。ですので、まあUS のオリジナル版っていうのはやはり高騰してるんですけれども、まあ再発版であれば、安く買えるのかなと思います。多分普通に3000とか4000とかで、まあ少なくとも4000では絶対買えると思いますね。で、まあ、20周年記念版、アブリル・ラビーンは1月に出るって言ってたんですけれども、ノラ・ジョーンズは今年の春ぐらいにもう出てまして、今ヤフオクで、2万円とか3万円とか、めちゃくちゃ高い値段で出されてます。なんですけれども、よくよく見ると、HMV とかですね、そういったところで、まだ在庫あるので、定価でゲットできますので、まあ惑わされないように。結構ね、ヤフオク、まあ、メルカリとかで転売価格で結構出ることが多いんですけれども、意外と探せばね、在庫があったりしますので、その辺もしっかりチェックして、まあ、レコード屋さんに足運ぶのが一番間違いないかなとは思うんですけれども、まあ地方で、なかなかそういう大きいレコード屋さんがない方はですね、ネットの方もより、チェックしていただいた方が買い逃しというか、まあね、高い値段で買わなくて済むんじゃないかなと思います。で、僕が持ってるこのレコードに関しては、アナログプロダクションっていう、まあ、再発をメインにやってるレーベルなんですけれども、めちゃくちゃ音がいいっていう、まあ、評判のレーベルですね。そこから出てます。で、まあ、これもです。これは再発なんですけれども、そのアナログプロダクションの評価がめちゃくちゃ高いので、人気がすごいあって、これは今1万円ぐらいしてますね。はい、まあ多分オリジナルと一緒ぐらいの価格なんじゃないかなと思います。アナログプロダクションに関しては、いろいろいっぱい、再発でいい音のやつが出てますので、ぜひね、アナログプロダクションでチェックしていただけると、結構面白いかなと思います。で、この Come Away With Me がですね、20周年記念というところで、ノラ・ジョーンズの公式の YouTube で、20周年アニバーサリーのストリーミングライブっていうのが上がってますので、まあ、それがね、結構ね、生音でめちゃくちゃいい、1時間ちょいぐらいの動画なんですけど、めちゃくちゃいいので、ちょっと概要欄に貼っとくので、ぜひノラ・ジョーンズ久しぶりに聴こうかなって思う人は、ぜひ聴いてみてください。はい、で、まあ、せっかくこのね、 YouTube でなんかそういうレア版とかが聞けたらいいなと思ってるので、今日、紹介したのは Come Away With Me なんですけれども、かけたいと思うのはこちらの、Live From Austin Texas ですね。まあ、テキサスでライブした時のライブ版なんですけれども、これは CD には出てなくて、アナログか DVD が出てたと思うんですけど、まあ、アナログが、まあ、でしか聞けないというか、まあ、DVD でも聞けるんですけど、音源としてはアナログでしか聞けない、版なので、まあ、これで演奏している最後の Don't Know Why ですね、まあ、もうノラ・ジョーンズの代表曲ですね、そちらの方を聞いていきたいと思います。ノラ・ジョーンズの Don't Know Why。Thank you.
don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hands, my heart is drenched in wine. But you ノラ・ジョーンズの Don't Know Why なんですけれども、まあいい曲すぎて全然喋る場所がないというか、まあ、本当に名曲で、で、まあ、ジャズのいいところで、やっぱりそのバンドメンバーであったりだとかステージによって全然違う曲になるというか表情が変わるので、まあ、そのアドリブ性というか、まあね、最近の流れのワードで言うとフリースタイルというんですかね、まあ、そういったところは本当ジャズの、大きな魅力の一つかなと思います。 I don't know why I didn't come. Don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. はい、ノラ・ジョーンズの、ライブフロームオースティンテキサス、テキサスでのライブ版ですね、お送りいたしました。まあノラ・ジョーンズのですね20周年の、ライブストリーミングであったりだとか、まあ昔ね出たやつが今15周年20周年25周年っていうのでまた盛り上がりを見せてますので、ちょっとそのあたりはね僕らこの辺が世代なので、まあどんどん追って、皆さんに何て言うんですかね情報提供というかおすすめしていけたらなと思っています。皆さんのね好きなノラ・ジョーンズの曲とかもどんどんコメントにしていただければ、ありがたいです。チャンネル登録高評価いいねの方もよろしくお願いします。グッドミュージックタイムレコードの DJ キビでした。ありがとうございます。